NHK ワールドが大変誤解を招く処理水であるにもかかわらず、要はしっかりとこれはタンクの水を基準以下になるまで何回も何回もトリチウム以外の各種を除却して、その上でかつ希釈をして、今でもサブドレーンとかから海洋に流しているものよりもさらに問題のないものにして、20年30年かけて出していくという案だと私は理解をしてますが、全く問題ないけれども、 NHK ワールドは英語で率先して何か大変なものが海洋に放出されるかのような報道をし、この週末に私がそれを指摘したところ、日曜日の間に訂正が入りましたが、一旦流れ出たものをですね、中国や韓国、世界中がこれを拡散している、これが現状であります。